はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日3月22日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティ無料分は危なぶれランチボックス。はい、おいじゃあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日は自宅裏から始めていきたいと思います。はい、ロボットを破壊する銃、アイボットをカメラで撮影する、アングラーを倒す、イベント完了する、オーディオホロテープを集める、ワークショップまたはキャンプに床または壁の装飾を作る、発光するクリーチャーを倒す1ですね。こんな感じになっております。はい、ほいじゃあもう始めていきましょう。はい、ワークショップまたはキャンプに床または壁の装飾を作る達成です。はい、発光するクリーチャーを倒す達成です。はい、アイボットをカメラで撮影する達成でーす。はい、ホロテープを集める達成でーす。はい、イベントを完了する、パックオブザウルフだっけ、リーダーオブザパック。はい、ロボットを破壊する銃達成でーす。はい、アングラーを倒す3達成でーす。はい、そんな感じで本日のデイリーすべて達成になるかな。はい、そうですね。やっぱアングラーがね、なかなか湧かない時もあるからね、大変ですね。まあウィークリーの方のアングラー9体も倒し終えたし、まああとはこの辺だよな。オプスもコツコツ毎日続けてやっていく、そんな感じですね。おいじゃま、今回パートはアングラーポイントで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうしようか。